酒みたいな匂いがする。もしかしてお花が咲いたのかも。こっちみたい。行ってみよう。どうしてこんなところにいるの？ニオを探してたんだよ。ニオの方こそどうしてここに？あのね、枯れ谷にお花が咲いたから見に来たの。綺麗なお花だね、お姉ちゃん。お花が咲いたのが分かったの？そっちからこっちが見えるってこと？どうだろうね、よくわかんない。それよりお姉ちゃん、私眠い。寝不足なのかな。ここあったかくてふわふわなの、お日様のポカポカみたいでいい気持ち。眠くなっ…待って、まだ話したいことがあるの。行かないで、ニュー。消えちゃった。ニュー、あの子は一体どこにいるんだろう。そうだ、この光る花を忘れずに摘んでいかないと。じゃあ、寝具はこれでいいかな。あ、それでいい。毛布一枚あればどこでも寝られる。ダメだよ、夜は寒いんだから風邪ひいちゃうよ。使ってない毛布がもう一枚あるから持ってけばいいのに。わ、なんだか忙しそう。お取り込み中ですか？あのね、子牛たちも大きくなったし、もう私一人で大丈夫だから。俺はそろそろ狩りに戻ろうと思ってな。いつも準備は私がするの。お兄ちゃん最低限のものしか持たないから。ごめんね、アーシャちゃん。また後で。そうだ、アーシャ、君に伝えておくことがある。以前ナナカが子牛のことで世話になったそうだな。その時の代金まだ支払っていないはずだ。そんなお代なんていらないです。あれくらいでお代なんていただけませんよ。それにナナカさんはお友達ですから。君ならばそう言うかもとは思ったが、それでは俺の気が進まない。礼は言葉だけではなく行いで返すというのが一族の慣例だ。でも本当にお金は受け取れません。私が申し訳ない気持ちになっちゃいます。困ったな。ではこういうのはどうだろう。これでも俺は狩りを始めてならない。身を守る術には長けているつもりだ。俺の力が必要な時は声をかけてくれ。力を出す。それで代わりとしよう。それは助かっちゃいます。ユーリスさんが一緒に来てくれたら心強いよね。今度お願いしてみようかな。ニオを探す旅に出てから結構経っちゃったな。成り行きでだけれど、錬金術の腕も調達してきたし、お花の標本も集まったし、ニオにも会えたけれど、これからどうすればいいかな。なんだか頭がこんがらがってきちゃった。少しおさらいしてみよっと。今までに集めたものは、不思議な花びらがいくつか、それにキースさんに選んでもらった花の図鑑、
あとは錬金術師としての経験。たったこれだけか。それとキースさんからは不思議な器ももらったっけ。まだあった。ニオはどこかで生きてるってこと。それはもう絶対に間違いないよね。助ける方法さえ分かればきっとニオともう一度会える。この光る花を調べてみよう。あの器を使えば何かが分かるのかな。摘み取ってから随分経つのにしおれたり枯れたりしてないよね。不思議な花。って感心してても、もっと詳しく成分を調べてみないと。すりつぶして成分を抽出してみよう。そうだ、あの器も使わなきゃだよね。でもどうやって使うのかな。キースさん、最後まで教えてくれればいいのに。花自体が意志を持ってるとか、この花は媒体に過ぎないとかでない限り、花の持つ力は成分を調べればわかるはずだよね。例えば、考えたくないけれど幻覚作用のある成分でニオの幻を見てたとか。そんなはずないよね。キースさんもレジナさんもニオを見ていたはずだし。とにかく光る花のある場所にニオが現れるのは間違いないって考えよう。だったらきっと共通の成分があるはず。よし、分析頑張ってみよう。水分、繊維質、蜜、薬効成分全部取り除いて最後に残った、これは一体何。精油系の何かだけど、それ以上は全然わかんない。器の使い方もわからないから入れ物にしただけだし。いいところまでは来てるような気がするんだけれどな。これじゃキースさんに笑われ、むしろ怒られちゃいそう。液体の色が変わる。これって器の効果？あれ？なんだか優しい匂いがする。とっても懐かしいというか、なんだか急に眠気が。ダメだよ、これが終わるまでは寝たら。お姉ちゃん。ニオ、ごめんね。お姉ちゃん眠ってた。って、ニオ？どうして？いい香りがしたの。なんだろうって思って。こっちに来たら、お姉ちゃんが眠ってて。よかった。ニオに会えるなんて思わなかったよ。私も、ごめんね、お姉ちゃん。心配ばかりかけて。いいの。ニオが謝ることじゃないよ。会えただけで嬉しい。もう会えないのかなって。少しだけ思ったから。そういえばここはどこ？なんで私たちふわふわ浮いてるの？わかんない。私も気がついたらここにいたんだよ。ずっと起きてるような、
眠ってるような感じがするの。何度も思い出そうってしてるんだけど、その度に頭が痛くなって。ニオ、無理に思い出そうとしなくても。ううん、頑張る。お姉ちゃんだけに大変な思いはさせられないよ。私はあの日、お姉ちゃんの手伝いで薬草を摘んでたの。でも崖に咲いてた花を取ろうとして足が滑って、気がついたら私、よくわかんない場所にいたの。お姉ちゃん、私どうしちゃったんだろう。大丈夫、大丈夫だよ、ニオ。こうしてお話できたし、次はきっとここから連れ出してあげる。だから少しだけ待ってて。本当？もちろん。お姉ちゃんはやるって言ったらやるんだよ。わかった。私待ってるよ。だってお姉ちゃん嘘つかないもん。ちょっとのんびりで頼りないお姉ちゃんだけどね。そんなことないよ。最近は一人で何でもできるようになったんだから。本当かな。朝ちゃんと一人で起きられる？調合に没頭しすぎてご飯食べるのも忘れて倒れちゃったりしてない？大丈夫だよ。そんなことはあんまりしてないよ。お姉ちゃんのアトリエか。懐かしいな。パナがいて、たまにアーニーさんが来て、いつも釜がグツグツしてて。アーニーさんといえば、そうだ、ニオにこれあげる。これアーニーさんが持ってきてくれるキャンディーだね。ニオに会ったらあげようって思ってずっと持ってたの。これ大好きなんだ。ち、帰りたいよ。お姉ちゃんのアトリエに。泣かないでニオ。私絶対に。なんか今ビリビリってきたような。お姉ちゃん、私またあの場所に戻されちゃう。待ってニオ。おどき子欠損、指示伝達系統、重大な障害が発生、命令を強制終了、休眠状態移行。急がないと。ニオが待ってるんだから。